皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、前半はですね、ワイン関係のワインとかですね、スピリッツ、アルコール関係の、商品を扱う、キュレーションサイト、こちらの方をご紹介させていただきまして、後半のニュースのセクションでですね、コロナウイルスの関係でね、いろんなねカジノとか、そういったものとかもね3密ということで海外でもねいろいろダメージを受けているんですけども、そんな中伸びている業界は何なのか、これについてですね本日は、ご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんが画面に見ているのはですね、barproduct.com というところでございまして、いろんなね、バーの関係のね、サプライズとかツールとかっていうのをね、販売しているサイトでございまして、このようにですね、これ今栓抜きとかもありますし、こういうなんかね、いろんなバー関係で受けそうな商品とか、いろんなものがこうあるわけですね。でバーツールとかでこういう、バーテンダー関係のですね、いろんな商品シェーカーとかですね、いろんなものが売ってます。でね、やっぱりクラウドファンディングの中でもですね、やっぱりこうこのアイストゥーサプライとかね、こういうのもね結構日本のクラウドファンディングとかも、出てたりしてましたけど、あのストーンとかね、こういったものとかっていうのもですね、いろいろありますので、ちょっとね、いろいろと見てみるといいんじゃないかなと思います。なぜなら、幕開けとかね、含めて、やっぱりクラウドファンディングというのはですね、結構30代、40代の男性が多いということで、お酒好きの方もやっぱり多いと思うんですね。そういったところで、こういった日本に入ってきていないようなですね、面白い商品を見つけていることができれば、流行っていくんじゃないかと思いますので、こういったところもね、ビールとワインとかね、こういったところもビール、ワイン関係の、ちょっといろんな商品、こういったのもね、いろいろなところからこう見ていってみると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。これ結構ね、いろいろと商品ありますから、ちょっと面白い商品でもね、いろいろ探していったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあですね、こちらの方のサイトの方もですね、下の方に貼っておきますので、ぜひ、後ほどいろいろと見てほしいなというふうに思います。はい。ではですね、本日のニュースの方に移っていきたいと思います。The online poker and casino games have tripled their revenue from last year as real world casino shut their doors. ラスベガスのところも含めてですね、リアルのカジノが今コロナウイルスの関係で、営業停止しているということで、今オンラインポーカーとカジノゲームっていうのが売り上げを3倍伸ばしていますということが発表されています。With casino closed, gamblers have turned to online poker and other casino games in droves.Revenues from online casino games like poker and slots totaled $402 million in the second quarter of 2020, tripling last year's numbers according to the new report. 昨年の、ね、第二四半期よりもですね、3倍の売り上げ402億ドルに増えておりますと。Atlantic City's casino may have closed their doors, but New Jersey's gamblers haven't stopped betting.In the wake of COVID-19 pandemic, online casino games where users gamble real money, players, poker, slot, and more soaring in popularity in the states across the US, according to the new report from American Gambling Association.、そうですね。なんで、今何が言ってるかというと、考えられるとしたら本当にそうですね。要は、リアル店舗のカジノが実際に閉まっちゃってるから、今オンラインのカジノっていうのは非常に伸びていると。今例えばですね、MGM、シーザーズとかとですね、あとは、シーザーズカジノ .com とか、そういったところがやっている、もともとのラスベガスのカジノとかが運営しているウェブサイトのカジノとかっていうのも、ね、非常に今、人気を出てが出ております、はい。はい、そういったところですね、今、3密の関係で、伝えていく事業、それから、オンラインで伸びていく事業っていうのはね、非常に分かれてきておりまして、本当に今、すべての事業がですね、事業の見直しをしており、非常にね、オンラインにいろんなことが進んでいっているというのがね、一つあるので、それをぜひ、本日覚えておいてほしいなというふうに思います。
はい、じゃあですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていただければぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですねぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もですねぜひこちらの方からご登録ください。また日々稼ぐノウハウについてですねメルマガの方も配信しておりますのでぜひこちらの方もぜひご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.